はい、今日病院へ行ってきて鼻と喉の調子がおかしいので先生に見てもらいました。そしたらね、いろいろ薬をもらえたのでそれを紹介していきたいと思います。まずはこちら、じゃん、シルビーコード、タービュヘイラー69インですね。吸入ステロイド薬、長時間作用型の気管支拡張薬の配合吸入薬とのことですね。はい、吸入の仕方は説明書をもらいました。はい、こちら説明書。次はこちら、じゃん、ブランルカスト錠 225mg。 気管支喘息やアレルギー性鼻炎に用いる薬だそうですね。発作をすぐに抑える薬ではありませんと書いてあります。はい、次これタリオン錠 10mg、 アレルギー性疾患の治療薬です。アレルギー反応の原因となるヒスタミンの作用を抑えて湿疹、皮膚のかゆみ、アレルギー性鼻炎の症状を抑えるお薬だそうです。次はじゃん、ジェニナック錠 200mg、 キノロン系の化学療法薬で感染症を治療するお薬です。感染の原因となる病原菌を殺すことにより炎症などの症状を治したり予防したりするお薬だそうです。アストミン 10mg、 咳を治めるお薬、咳中水と言われる部分に刺激が加わると咳が起こるとされています。この咳中水に作用して咳を抑える薬だそうです。アストミン 10mg。 ラックビー、ビリューエヌ、腸の調子を整えるお薬です。下痢になりやすいですかって聞かれたのかな。でなりやすいですって言ったら、あ、じゃあ出しときますねって。これはこれか、カルボシステイン錠 500mg。 手羽痰を出しやすくするお薬です。粘膜の成分を調整し、また気管支の粘膜を整えて喉の炎症や気管支などの痰の詰まりを取り除きます。鼻の奥にある膿を出して慢性副鼻腔炎などの症状を改善します。さあ次、最後ね、次のはこれ、じゃん、セフジトレンピボキシル錠 100mg、 サワイということでした。この薬、コナン